キュアマカロン、今日はキラパピお疲れ様。私がケーキ焼いたから食べてって。これがイチゴケーキよ。そしてこっちがチーズケーキだから、キュアマカロンどっちがいい？私はチーズケーキいただくわ。キュアマカロンってチーズケーキ好きだったっけ。じゃあ私はこっちのケーキをもらうわね。ちょっとトイレ行ってくる。キュアホイップまだかな。早くこのチーズケーキ食べたいな。暇だしやることないから、ピアノでも弾かしてもらおうと。ビブリ様を呼んでないとはどういうことになるか分かっているのか。キュアホイップ、キュアマカロン、お仕置きよ。これはなんと青リンゴに見えるけど、ビブリ様の特製鼻水だわ。私を招待してくれない罰よ。二人ともこれを食べてお腹を痛くなるのよ。ごめんなさい。あれ、私ゼリーなんてお皿の上に乗せたかしら。キュアホイップ、トイレ遅かったわね。待ちくたびれちゃった。早く食べよう。そうね、食べよ。このゼリーなんだかネバネバしてて、ちょっと変な匂いがするみたいだわ。キャー、うわー、顔にべっとりくっついたわ。何よこれ、鼻水じゃない、ゼリーなんかじゃないわよ。キュアホイップどういうこと。わざとにこんなことしてるの。私こんなことするはずないじゃない。あ、私たちがいない間にビブリがやったのね。あ、これはビブリの仕業よ。はあ、もう毎回やられてばっかりだわ。悔しいったらありゃしない。次回は絶対負けないんだから。早く取ってほしいわ、この鼻水気持ち悪い。